おはようございます、速塾の久保です。ので今日は7月19日ですよね7月19日っていうのは結構ね記念日でして私がね2015年の7月19日に運営する最後の1店舗をね閉めてしまった日なんですよそうなんですよねわずかね34年前私はまだ麻雀店の親父だったんですよねでそこからですねまあ、今みたいにま隠、あ、居ではないですけども毎日こうやって放送したりね 日々楽ししく過ごすことができるようになりりましたやっぱりそこまでの中小企業の経営っていうのはねやっぱり従業員さんを雇って保証をつけて保険をつけて集客をしていろいろとコストがかかる中でやっていたなと思うわけなんですよね、まあ、こういうふうに干渉に浸りたい気持ちはあるんですけども、なんとですねそういうことを許さないような、ね、事件が起きてしまいました。昨日はですね えー、京都アニメーション学院ですか、まあ、そういったあなんか有名なアニメをたくさん作ってるところみたいですねそこで、えー、一生懸命働いてらっしゃった方70名ほどが詰めていたそのビルでですね、えー、放火事件が起きて、まあ、非常に多くの方が亡くなってしまい今も全容がつかめてない状態ですよね、うん、で、まあ、犯人とされる方が免許証を確認すると41歳のまあ男性だということなんですけどもなぜかね名前の方は公開してないんですよ 免許証ということはお名前分かってるはずなんですけども、まあ、もちろんね名前を公表してほしいという希望が私からあるわけじゃないんですけどもちょっと不可解だなと思うんですよね通常事件が起きたら、まあ、容疑者はこれこれで逮捕されて名前がこうだよっていうふうに出る職業が何々って出るような気がするんですけども今回は。 そこら辺は防れているのかなと意図的になのかまだね、えー、そこまで状況が整っていないのか分かりませんけどもねそんなところがあるなとそして事件の方なんですけどもおなんかねテロにも似たようなあ被害になってますよね。 もうほぼ無差別と言いますかそこで働いてらっしゃった方一人一人に別に恨みがあったわけではないと思うんですよ多分、うん、分かりませんけどもその京都アニメーション学院全体に対して何か言いたいことがあったのか不満があったのかってことはなんとなく想像つくところなんですけどもただ実際にどんな動機だったかあそしてね なんでそういういことが起きたのかってことはまだ全く分かっていません。ただこの時点で分かることは私初めてこの事件を聞いた時ね、あのー、火事っていうのは1か所が燃えて徐々に燃え広がっていくもんだから気づいたら逃げれたんじゃないかなっていうふうに、まあ、あの本当思っていたんですけどもあの発火爆発ですかあのガソリンのある一定量の爆発っていうのは本当に一瞬でですね一瞬で燃え広がる爆発的に燃え広がるんで。 まあ逃げることとはほぼ不可能と気づいた瞬間にもう燃えているとかねもうすでに高温に包まれているという状態なのでとてもじゃないけども走って逃げるみたいなのでは間に合わないような燃え広がりだったらしいですよねでそのための実験とかの映像も見たんですけども確かにこれはね逃げられないなとと同時にそういう効果を狙って、まあ、犯人も、ね、ガソリンを選んだのかなということもありますし、まあ、一つところによるとその犯人自身も うんまあ、自分も炎に包まれてね、えー、怪我を負っているということですよね、まあ、それにしてもね本当に多くの方があ亡くなられてこの京都アニメーション学院の今後の運営にも、ね、支障を来すほどそして、まあ、ちょっとオーバーかもしれませんけども甚大のね知的財産がここで断絶されたんではないかなって記載するんですようん、まあ、本当にねお亡くなりになった方には本当心からちょっとご冥福をお祈りしながら こういうことがもう二度と起きないようにね私たちもいろいろと気をつけていきたいなと思います何を気をつけるかっていうとやっぱり、ね、人を恨む気持ちとか妬む気持ちとか自分が恵まれてないのは誰かが得をしているせいだとかね それから、なんか一つの報道ではパクリやがってって言葉があったらしいんですけどもパクリやがってってのは警察に捕まったってことを指してパクリやがってって言われたのかそれとも火をつけるときに自分のね発想とか作品を盗みやがってって意味で言われたのかそれともパクさんっていうねえ方がいてパクさんに対してなんか恨みがあったのかはまだはっきり分かりませんけども多分2番目のアイデアなのかなと思うんですよ。なんかを盗まれたと思ってねえこの人は 強行に及んだのかなと思うんですよねただやっぱりアニメとか音楽のアイディアって誰でも思いつくんですよ誰でも思いつくようなことに対して自分のアイディアを盗まれたっていう風うに勘違いしちゃうことはやっぱり気をつけないといけないなっていう風うに私は今回思ったんですね、えー、結局どんなアイディアを持っているかっていうことではないんですよアイディアには価値がないんですよそれをどう実現させたか実現した人だけにやっぱりね今は 価値を帯びるんんでではななないいかかととそううう時代に入ってきたのかなと思うんですよだから熱い思いを持っていてもそれを実現しなければ自分のものにはならないし自分が発案者ということにもなりませんし思ったことはやっぱりすぐにアウトプットしていくということが大事なのかなというところでございますでは放送の最後にですね改めてなんですけども今回の事件で被害に遭われた方 お亡くなりになった方、そして関係者の方、本当にです、ね、痛ましいことでございました。はい、ご冥福をお祈りしながら、もうこんな、ね、悲劇が起こらないようなことを願いながら、今回の放送を終了させていただきます。それでは失礼します